さて今日も仕込みをしようかな。この炙りゲソ、いやこれがないと一日が始まんねんだよ。そうだな、間を切って一本一本ね丁寧にやっていこうかなって思うんだよ。にしてもこの包丁軽いな、手元が狂いそうだよ。よし、うん、あ一本食べちゃおうかな。うん、なんか違うな、何が足んねえんだろうな。これだよ、これがなきゃ始まんねえ。ピーナッツバター、これをあえてね、これをあえて、いやーでも17はこれ全部入れちゃおう、うん、いやーこれあーうんかぐわしい香りがする、うんうんすごいすごいぞ、なんかうんなんだろうこの匂い、うん、うわそうこれなんだよ、これがなきゃ始まんねんだよ。ああいいなあ、もう外見だけで笑いが出てくる。そうこれ炙りゲソピーナッツバター、笑える、これ笑える、本当にあの紹介が遅れました、あの職域の相馬で雪平相馬演じております松岡一作です。あの一言言いたいことがあります。ピーナッツバターゲソと会えると、あの皆さん一巻の冒頭覚えてますかね、見てない方は一巻買ってください。あの相馬が笑えるぐらいまずいって言ってるんですよ、これ本当に笑えるぐらいまずいっす。これは二口目は行きたくないっすね。この香ばしいゲソの香りとピーナッツバターの甘さが全く合わないっていう、やっぱゲソはあのゲソのままで食べた方が絶対いいです。皆さんぜひ真似してください。ということですね、あ、マスターやっしゃい、やってるやってるやってるよ、どうもどうも、あら高橋さん、あれ松岡さんじゃないですか、マスターかと思ったら松岡さんじゃないですか。松岡だよ、あれこれ何のお店ですか。食事処松岡。え、松岡さんお店始めたんですか。そう、今日が開店日。え、私もしかして第1号だよ。やったぜ、どうもありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。あ、全然すいません、はい、なんか、はい、何作ってくれるんですか。あ、こちらはですね、はい、何でも何でもですよ。言ったら言ったら作ります。本当ですか。え、松岡さんのうちにメニューなんてないから。メニューなんてないんですか。シンパシーで作るんだよ。なるほどな。じゃあこれシンパシーでじゃあ、うん、なんか私が今食べたいだろうなみたいなやつ作ってくれるってことですか。うん、そう、じゃあ座っていいですか。いいよ。あ、いいんですか、うん、すいません。お座りよ。あ、ありがとうよ、すいません。返しがうまいな。やった。あ、ちなみにさん何作ってるんですか今。今ね、何ですか。サラダ、炙りゲソを作ったの。炙りゲソを作ってね、なんか足りないなって思って、はいはい、ちょうど別の料理に使おうと思ってたピーナッツバターがあって、これあえたらいいんじゃないかなって思って。美味しいんですか。すげえ美味しいよ。嘘つきの顔してる。、うん、そっか、じゃあちょっと後でいただきます、うん、なんか今、うん、
放送コードに引っかかる顔しちゃいそうな感じするの怖い怖い怖いよ、はい、わかりました。はい、で何今日は何を作ってくれるんでしたっけ。今日はそうだな、松岡流。おー松岡流、さすが松岡さんのお店。チャーハンかな。チャーハン、チャーハンを作ってみようかなって思うんだけど。私チャーハン大好きなんです。本当に。はい、せやさ、はい、さっき現場を終わった時にさ、はい、あのなんか言ってたよね。そうなんです、最近チャーハンばっか食べてる。そうなんです、私週3でチャーハン食べてるんですよ週3で結構な頻度で食べてるね、はい、うん、でもなんか松岡さん、うん、こう収録現場でも、うん、僕は料理しますよよく言われるじゃないですか。そうなの、もう楽しみしかないですね、うん、今は好奇心しか湧いてないです。本当に好奇心って言うんでしたっけ。楽しみしか湧いてないです好奇心でいいじゃないかなまあ私のね、うん、週3コンビニチャーハンを超えられるかどうか作ってないの作ってない、いつもなんか電車がブーンって通るところで あのおばさんがこうやって出すと、うん、134円つってリアルな値段だね、はい、追加でつって買ってますから、それを超えられるかどうかはどうかな。やっぱコンビニチャーハン美味しいからな。舐められたもんだな自炊する側としてはちょっと見返してやりたいよ。おう、うん、じゃあそうだな、どんなチャーハン作るかな。あ、わかった。お、期待しといて。もう、はい、うん、何か来ました、シンパシーが。シンパシーがビビッと来た。来た、このチャーハンならうならせられると思う。うん、わかりました、うん、私うならせてください。うん、うならせてようならせるよじゃあちょっと待ってください。あ、分かりました待ちます。ということで松岡流チャーハンを作っていきたいと思います。イエイ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 これあ、ちなみに私田所めぐみ役の高橋みなみです。わあ、記念すべき第1号のお客様ということで、はい、しかもなんとこの配信日が、うん、相馬の最速の3話の、うん、放送日みたいで、なんと私あの3話から出演しておりますので、確かにぜひぜひ最新話もお上がりよって感じで見てくださ い, お願いします。そう、俺のセリフね。あ、もうね、撮っちゃった、楽しくて、ね、はい、あとこれありがとうございます、うんうん、お上がりよいただくよ、すいません、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ自分はなんか作っちゃっていいのかな。あ、ぜひ作ってください、じゃあ作っていきますよ。はい、まずですね、食材を切るところから始めたいと思います。お願いします。まず玉ねぎですね。いただきます。はい、お上がりよ。あ、ありがとうございます。うん、そう、まず玉ねぎをね、みじん切りにするところから始めたいと思うんだ。じゃあいくよなに笑ってるんだい笑えるぐらいまずいだろ あのすってなどう笑えるぐらいまずくない。これは、本当に田舎に帰りたくなる味ですね、でしょ、はい、うん、ちょっとさよならはい、あ、もう玉ねぎ切ってるんですか。大丈夫一回ね、吸収入れて、はいはい、お水もいただきました、お茶もいただきました、ね、すごい、これはこれなんどうなってんですかなんで混ぜようと思っちゃったんですかこれ。いやね、なんかね、一回やってみたいなって思っちゃったんだよ。いや、もう本当に
そう、相馬くんのこともちょっと信じれないですよ。もう本当に美味しいの作ってくれるのかな。これ作った人ですもんね、松岡さん。大丈夫、相馬と松岡は別人だからでも作中でこれ相馬くんも作ってたじゃないですか、ね、うん、やつはやつ、俺は俺って。なるほど、うん、さすがお食事どころ松岡。そう、そう今玉ねぎですか。そう、玉ねぎを切ってるの。あ、うん、ね、染みないですか。意外とね、なんかこの玉ねぎ染みないね。新玉ねぎ。新玉、新玉ねぎ違うってあ、聞いた、聞きました今。聞いた、あの料理どころの妖精に聞きました今、うん、料理どころの妖精、食事どころに住む妖精に聞きました今。あ、じゃあ今度から料理どころの妖精って言おう。はい、そうします。うん、うん、すごいですね。なんかやっぱ松岡さんずっと、うん、なんか俺は自炊してるからってずっと言うじゃないですか。うん、だからでもね、本格的に始めたのね、はい、結構半年前なんだよ。あ、そうなんですか。だいたい10月ぐらいだったかな、去年の。何きっかけですか。なんかね、うん、なんか自分の健康に気を使い始めてからね。おリアル結構リアルな結構リアルなことでね、はい、それでね、ちょっと気を使ってね、やり始めて。なるほど、うん、なんかやっぱり男性の料理する人ってなるとなんか朝のね、うん、オリーブオイルみたいな感じの方を想像してるじゃないですか。大丈夫なのそれ。大丈夫です。朝のオリーブオイルって何、健康だけどさ。概要しか言ってないですか大丈夫でしょうか。ああそうだね、分かんないですけど。そうだね、そう、オリーブオイルとかなんかよく使う食材とかあるんですか、うん、なんかその調味料的な。あーでもね、やっぱり料理によって、はい、油は使い分けるね。うん、何ですか、サラダ油だけじゃないんですか。俺はサラダ油だけの男じゃないんですかあのね、サラダ油だけの男じゃないな。なるほど、うん、例えばパスタ作る時とかはオリーブオイル使うし、はい、あうん、一回ね、はい、昔すっごいパスタにハマった頃があって、はい、もうなんか毎日パスタ食べないと気が済まないみたいな時期があったの。その時になんかよくさ、うん、なんかテレビとかでもさ、なんていうの、オリーブオイルを使うと、はい、パスタの味が激減するみたいなさ。激減？激減。激変じゃなくて？あ、激変。ごめんごめん。今ごめん、私何食べさせられるんだろう、うん、なんかすごい不安になりましたけど、うん、激変。そう、激変。すごいチェンジってことですよね。そう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 。そうそうなのよ。すごい。でそれで一回使ってみたら、はい、なんかすごいさ、うん、本当にオリーブオイルって、はい、あ、いいんだなって思って。そうなんだ。味がこんなに変わるんだって思ってさ。ああ、うん。そっか。私もパスタをたまに作るんですけど、うん、サラダ油で作っちゃいます。サラダ油で。うん、ちょっともったいない。あ、じゃあさ、サラダ油で作るの？はい、ちょっとだけ、茹でるんじゃなくて？茹でますよ、茹でますけど、うん、炒めたりとかするとき、うん、そう、作りますよ、うん、ペペロンティーノとか作るとき。ティーノ、うん、かわいいなペペロンティーノね。はい、作るときとかは、うん、やっぱ滑りをしないといけないとか。うん、何があったんですか今一体。お肉？いや、来た。あ、目に来た今遅っ大丈夫だなって思ってたんだけどさ。松岡さん、ちょっと次元が違うな、なんか。なんでそれ。時空が歪んでます、そこ。なんで時空が歪んでって。いや、わかんないですよ。私だけなんか来てないから。あーたもここに、あーたもここに立ってみなさいよ。大丈夫です。そうだね。厨房には入らせないもん。お、じゃあ、あとでちょっと入ろう。どっちなんだよ。いや、入らせないって言われると入りたくなっちゃいますよね、うん、ああ、そうね、うん、ダメだって言われるとやりたくなっちゃう、うん、いたずらっこめ。はい、子供です、ただの。すいません。いや、いいと思うよ、はい、ね、もうこの仕事ね、はい、なんかもうそういうことが大事だから。ああ、うん、いたずら心がないとさ、なんか新しい演技とかもできないしさ。いや、でも松岡さん、収録現場でいつもなんか新しいものを出して来て、なんかみんなをこうドッカンドッカン笑わせてるじゃないですか。誰だ今笑ったのでもね、はい、でもね、ちょっと自分もね、うん、やっぱ悩み事はあるわけよ。じゃあ悩みどころ高橋開演いきなり聞いた方がいいのかな。あ、そうね、じゃあ聞いてもらおうかな、はい、なんかね、はい、最近やっぱり、はい、なんか自分の演技っていうものを見直すときにね、はい、うん、なんかまあ本当個人的な悩みなんだけど、はい、なんて言ったらいいんだろうな、
やっぱ今のままでいられないじゃん、人間って。重いやつかな。はい、うん、でね、はい、やっぱその状態、なんか今の段階に甘んじるってわけじゃないんだけど、そうですね、うん、進化常にしていかないと、していかないと、はい、やっぱり自分もなんか停滞しちゃうし、うん、なんかこういろんなことができないなって思い始めるわけ、うんうん、それ今にします。やめようか。よかったら、うん、アフレコ終わりでね、みんなでご飯行くときとか、うん、松岡さんも来てくれたら、いつもはお疲れよっつって帰るじゃないですか。いや、行きたいんだよ、行きたいんだよ。そうですよね、お忙しいからね、うん、どうしてもね。そう、でもみんなで行きたいですよね。うん、せっかくですか。なんかやっぱ料理番、なんか料理をこうみんなでこう作っていったりとかするじゃないですか。うんうん、ってことはなんかやっぱ美味しい料理を知っておかないと、うん、そういうお芝居がやっぱできないじゃないですか。確かに。そう、だからみんなで美味しい料理を行っちゃう。行きましょうよ。いいね。うわ、いいよ。はい、本当にそう思ってます。思ってる。なんかツッコミが怖いな、君は。ああ、うん、着々とすごい、さすがやっぱ手慣れてますね。手慣れてる？なんかやっぱ喋りながら作れる人ってやっぱ相当スキルが高くないと集中しちゃうじゃないですか。うん、いやね、うん、まあでもね、チャーハンって結構炒め始めてからがもうすぐだから、うんうん、今結構ね粘ってるよ。粘っ、あ、この尺を伸ばすために。そう、ありがとうございます。尺のことまで考えてくださるなんて。いや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 、いや、うん、最近一番最近作った料理は何ですか？最近？はい、あのね、ソーマに出てきたやつ、サババーグ。お、あれサババーグって3話出てきたっけ？3話か、4話だったか、4話、4話かな。はい、うん、サババーグっていうのがあるんだけど、はい、しかもさ、あの単行本にね、はいはい、ちゃんとレシピが書いてあるの。そうですよね、ソーマのやつね、うん、載ってますもんね、うん、そう、はいはい、でそれで見てみ、これ一回作ってみたいなって思って、はい、でそれで一回やってみたのよ。お、どうでした？うん、あれね、はい、すごい。何が？あのね、はい、意外とね、はい、本当にあの通り作ると、はい、サバってなんかやっぱさ、生臭さあるじゃん。そうですよね、うん、お魚の。サバって感じがするじゃん。うん。うん、そう、その感じがね。サバ感強いですもんね。そう、サバ感が強いから、ちょっとね、なんか自分魚大好きなんだけど、はい、うん、なんかサバでハンバーグ作ったらこれってただの魚の焼き物になみたいな味になるんじゃないかなって思ったんだけど、うんうんうん、ちゃんとねふっくらしてんの。へー、うん、だからおすすめです、皆さん作ってくださいね。え、はい、え、なんか付け合わせとかも作るんですか？付け合わせ、うん、なんかこう、うん、ハンバーグとか作った時に、うん、ポテトサラダとか、うん、なんかすごい料理上手な女子って、うん、なんか冷蔵庫にあったからって言って、うん、なんかトゥトゥントゥンってやるじゃないですか。なんかごめんなさい、うん、怒らしました？思ってない、思ってない。やばい、鼻出そうやった。なんかすぐこう、うん、冷蔵庫にあるもので、うん、料理できるのが、うん、史上最強の料理人だと思うんですよ。はあ、そう、なんか相馬くんも、うん、そこにあるもので料理するじゃないですか、うん、できるじゃないですか、美味しいの、うん、松岡さんは冷蔵庫にあるもので料理できます？あー、そうだね、でもね、自分ね結構ね買ってきたものあるじゃん、はい、買ってきたものでその日の分作っちゃうの。あー、なるほど、うん、だからね、あんまね、野菜室以外はあんま物入ってない、はい、へー、ほとんどね、なんて言ったらいいんだろうな、あれ、飲み物としか入ってない。飲み物の、そう、飲み物ぐらいしか入ってない。で、生活謎ですよね。あ、よく言われる。はい、うん、なんかどういうお家に住んでんだろうって思います。あ、普通の 1LDK です。あ、すいません、プライベート情報。 1LDK ですって。あ、そうなんだ。でも物少なそうですね、はい、あ、ほんとね、はい、それね、ほんとよく言われるんだ。たまにね、人呼んだりするんだけど、はい、その時にね、松岡さんこれで生活してるんですかってよく言われる。でもなんか自分でテレビ、ベッド、ソファーあれば別にいいかなって思ってるから、ほんとね、なんもない。そうなんだ、うん、私もうお部屋が、うん、なワンダーランドですよ、もう。ワンダーランド、うん、ワンダーランドってどういうこと？そう、もうなんか、すごいですよ、うん、すごい、何でもある。
あ、ごめんなさい、なんでもない。まだ、これまだだ。危なかった。なんか、うん、なんて言うんですかね、なんか、うん、幼稚園の時のものから、うん、今に至るまでのものが、うん、詰まってるお部屋です。え？そんなに？そうなんですよ。そんなに詰まってんの？思い出のあるものとか、うん、なかなか捨てられなくて、うん、そう、お部屋ね、どんどん、なんか、うん、カッパのぬいぐるみとか、うん、そう、そういうのがずっとあります。幼稚園の時から。へー、すごいね。ちなみにそれ何ですか？ん？それ。これ？はい。ツナ。あ、ツナ大好き。ツナ。私ツナ缶をよく現場で食べてます。うん、初めて聞いたよそんなの。本当ですか？ツナ缶を現場で食う。現場で食べてます。カパッつって開けて。え、まんま？まんま食べます。それって油入ってるやつ？入ってるやつ。あの、おお、聞いてます。うん。いや、引いてない引いてない、はい、引いてない。なんかよくさ、はい、現場でなんかダイエットのためとか言ってさ、チキン食べてる人いるじゃん。うん。ああいうのとはまた違ってツナ缶？ツナ缶です。ツナ缶を。はい。すごいな。ツナ缶本来の味が一番好きです。うんツナ缶本来の味って、何も混ぜないで、はい、そのまま食べるってこと？そうです。へえ。いや、美味しいですよ。ヘルシーですしね。そうだね、美味しいだろうね。ヘルシーかは分かんないけど、うん、うん、美味しいですよ。美味しい、うん、そう、美味しいだろうね。ただちょっと難点なのが、うん、スタジオって、うん、結構窓ないじゃないですか。ああ、ないない。だからなんか匂うぞってよく言われるのが困ったところで。なんか魚くせえって。そうです。なんか臭いぞって隠れて食べます。マジか、はい、それは なっちゃうよね。 なっちゃうっていうか、うん、チーズ入れるんですか？そう、これがね、はい、これが松岡流。松岡流食事処松岡の一押しなんだよ。へえ、うん。溶けちゃいません？溶けていいのか。そう、溶けていいんだけど、うんうん、あのね、正直な話っていい？はい、うん、使うの初めてなんだ。え入れたら美味しいんじゃねみたいな。お会計どこですか？まだ食べて食べてって食べて食べて食べたら分かる。食べたら分かる。わかりました、うん、入れどころが大事っていうのを分かってるから。なるほどな、うん、そう、そう、そこ。いや、でも私お母さんが私の、うん、料理うまいんですよ。うまいの？はい。だから舌は肥えてると思います。舌肥えてる。はい。あ、そっか。あと、お、いい音。うん。あと私、お父さんの実家が農家で。あ、農家なの？はい。だから、美味しい野菜とか、うん、美味しいお米とか、うん、めっちゃ食べてますよ。へー。はえ、じゃあ実家からもよく送られてきたりするの？送られてきます。お米とか特に。お父さん秋田なんですけど、いい、秋田のお米をよく食べてます。はい、はい秋田のお米を。はい、秋田のお米をよく食べてますよ。なるほど。自分もね、うん、北海道のお米よく食べてたね。あ、そうなんですね、うん、北海道でもやっぱりお魚が美味しいって言いますもんね。そうだね、うん、あのね、俺5年前に1回帰ったの。うん、久々に帰ってみてさ、はい、その時に友達と一緒にね、うん、ご飯行ったのよ。ほう、うん、ご飯行って、うん、その時に、はい、回転寿司行ったの。はい、回転寿司行ったらさ、あのね、ちょっとね、これ衝撃的だったね。何がですか？あんまり子供の頃とか学生時代、はい、回転寿司とか行かなかったんだけど、なんかね、はい、びっくりすることに、はい、ネタがね、はい、でかい。え、回転寿司。そう。でも？で、目の前でさばいてくれるの。はい、すごい。うん。そんなのなんかカウンターのお高いね。そうやつしかできないじゃないですか。うん、うん、そんな感じなんだけど、はい、だからそれ食べた後に、はい、こっち帰ってきて、うん、なんか友達と回転寿司行った時に、はい、はあ、全然違うなって思って。あ、しかも値段もそんな高くなくて、はい、うん、これあっちのやつ食べたの間違えたかな、ちょっと思っちゃった。なんで間違えてはないじゃないですかいいんじゃないですか。ねえ、なんだけどね。でもいいですね。いいな、北海道行ったことないんです。
行ったことないんだ。はい。そっか、行ったことないのか。一度行くといいよ。行きたいです。うん、じゃあ食事どころ松岡出張版でぜひ。北海道にぜひ出張するの俺。わかんないですけど、うん、いややっぱだって、うん、松岡さんがいればそこはもう食事どころ松岡ですもんね。そうそうだよ、食事どころ松岡だよ。そうですよね、うん、ご飯卵と混ぜちゃうんですか。そうこれがね、はい、編み出したのよ。編み出したんですか。これ編み出したのよ。すごい、この1週間練習したチャーハンの。言うな言うな言うな。それ1週間毎日チャーハンの練習してた松岡さんが編み出したんですか。編み出したんだよ、俺編み出したんだよ。なんかお肉大丈夫ですか。んお肉、これまだね野菜だから大丈夫。野菜お肉入れる、うん、あすごい、なんか、うん、このね、なんかあの収録の時によく、ね、松岡さんやったなんか作った料理の話してくれますけど、うん、なんか今回は、うん、なんか私にチャーハン練習したから、うん、すごい言ってくれて、うん、これは今日の朝作ったチャーハンが一番美味しかったって言ってたので。そうそう、そう今日ね、はい、すっごいのできたの。え、それの食材と今一緒ですか。うん、ほぼ同じ。お、ただねイレギュラーが結構あるよ。イレギュラーが結構入ってて。なんでイレギュラーしちゃうんですか。いやだってこんなに用意してくれたんだよ。確かに食材豊富すぎません。そう、てか普段なんかチャーハン入れないだろうなみたいな食材もなんか見受けられるんですけど、うん、だからさ一回使ってみたいなって思っちゃったのね。うん、え、これなんかあの毒味的な要素を含まれてますよねちょっとでも大丈夫大丈夫、多分まずいものはできないと思うよ。本当ですか。うん、いやでもみんな美味しいものばっかだから。確かに、うん、美味しいものと美味しいものが混じ合われば、そう出来上がればね、美味しいものしかできない。そうそうなんだよ。本当にそうかな俺が不安になってくるいやいや、やっぱりね、でもこれだけ用意してくれたんだからさ、全部、そうですけどね、全部は使わないけど、はい、うん、なんか不安だな。大丈夫、大丈夫ですかね。食べてみたらわかるよ。でも確かに今はすっごくいい香りがしてます。本当に。はい、うん、なんか美味しいお夕飯の。あ、なるほど。はい、おかえりっていうの。はい、うん、もうすぐご飯できるからね。はい、幸子ご飯よ。誰。はい、空想のあと本当にさ、はい、本当にすごいよく回るよね。回る？現場でもそうだけど、はい、あのよく桜井さんとかも言うじゃん。あのお前本当にうっさいなって。あの多分いい意味でね、はい。いい意味で本当に。反省してます。はい。いや反省しなくていい。反省しなくていいやつ。うん、だっていきなり次の現場でムンってなってたら、あれ自分たちのせいかなってなっちゃうから。いや大丈夫です。うん、いやいやでもね、相場の現場本当に楽しくて、ね、はい、皆さん仲良くしてくださるので、あれね本当に自分もあんなにね、うん、なんて言ったらいいんだろう、これも入れちゃおっか。え、お、これも入れちゃおっかで入れるんですか。うん、大丈夫かな。大丈夫、そんなに悪くないよ。お、多分、うん、ね、面白いね相場の現場面白いね、うん、今すっごい話プンって飛び落ちたよね今もね、ちょっとね、もうあの戻っちゃって全然です。はい、うん、面白いですよね。なんかすごい個性豊かなメンバーが集まってるというか、うん、やっぱ登場人物も個性豊かじゃないですか、うん、なんかさすが選ばれし人たちってすごい見てて思います。なんか収録風景とか。そうね、はい、そうね、ほんとそうだよね。うん、なんか相馬くんも、うん、こうみんながこう料理を食べて、うん、ふわーってなってる時に、うん、よくエンジェルの格好になったりとかするじゃないですか。あのね、あれ皆さんに伝わるかどうかわかんないですけど、ほんと大変なんですよあれ一人で何回も重ね撮りするんですよ、うん、そうですよ、じゃあ1回目いただきました。へれへれとかさそう、何回もね、なんかちょっとずつニュアンスを変えて、うん、やっぱ松岡さんはこう演じてらっしゃって、でもちゃんと相馬のね風味を残しつつ、うん、いかに面白くするかって。大丈夫ですか。大丈夫です。危ない危ない。ちょっとね、油ぎっしゅ、油ぎっしゅになった手が。
すごいなんかフライパン、それは中華フライパンなんですかね。なんかフライ深いですね。なんかこれフライパンだよね。おーおーおお。あ、やべ、拭いちゃった、これ使えねえや。あー、これだけで食べたい。これだけでいける。これ使うかな。何ですかそれ。ホタテの貝柱。わー、美味しい。じゃあ入れちゃおうか。はい。どうなっても知らないよ。じゃあやめます。うん、もう後に引けないかな。でも入れましょう、うん、挑戦こそですよ。そう、挑戦こそね、人類挑戦していかないと先に進めないから。うん、科学のね、発展もそうだけどさ。科学の発展の話まで、いやでも確かに、うん、これから出てくるであろうアリスちゃんとか、うん、こうすごい機械を使って料理するじゃないですか、うん、どうですか、いつかやってみたいですか。あんな理科の実験みたいな、うん、はい、無理。え、すごい、やりたいみたいなのないんですか。やりたい。やりたい、嘘かな。ちょっといいです、無理やりはいいんですけど、でも私やってみたいです、あれ。あれ、はい、うん、なんか生み出すって感じじゃないですか。そうだね、作り出すっていうより。じゃあもう最終工程だよ。わー、すごい、ご飯に卵吸ってますけどね、すごい。うん、でこれ ね混ぜておかないとね、本当に、なんかでっかい卵焼きみたくなっちゃうから。なんかあれですか、パラパラ。そう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 、そうパラパラにするってね、はい、ためにね、俺ね、何回やってもね、はい、ダメだったのよ。おー、どうしてもね、混ざんないの、はい、おー、うん、混ざんなくて、これどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうって思って、で、友達が卵かけご飯の話した時に、はい、あれ待てよ、だったら、なんかね、結構いろんなところで調べてね、うん、例えば結構、なんて言ったらいいんだろう、パラパラにするためにはとかさ、はい、うん、で、結構なんかプロの料理人が教えるとかって言ってるところで、はい、びっくりしたのが、うん、チャーハンって炒める時間2分半ぐらいなんだって。そうなんだ。最初に卵入れて、はい、次10秒で、はい、ご飯入れて、はい、っていうみたいな感じなんだって。へえ、うん、で具材を入れて、はい、作るみたいな。すごい技が必要じゃないですか。そう、そうなのよ。テクニカルな感じじゃないですか、うん、でそこでね、はい、いやー俺そんなことできない、こんなもんできない、そんなこと無理だよって思ってたの。ああ、うん、だからその工程をなんとかしてすっ飛ばせないかなって思った、先にたどり着いたのが、はい、卵かけご飯。卵かけご飯、最初に混ざっちゃえばいいんだよ。ああ、うん、確かに、うん、混ぜときゃその10秒いらないですもんね。でしょ、はい、うん、で思って、で作ったのが、はい、今現在のこれです、うん、あれ、これ結構いけんじゃない。へえ、もうちょっと感動してきたよ。感動してきた、うん、すごい、見えないけど、うん、すごい、すごい彩りがいい。でもいい匂いは本当にしてます。本当に、しかもなんかこれ夜なんですよ今、うん、夜で、うん、今日お腹減らしてきたんですよ。あれ、はい、うん、そうだね。いや、耐えきれずにドーナツは1個食べちゃったんですけど、でもすごい我慢したんですよ。今何か言った？あ、何も言ってない。何も言ってない？本当に本当に、はい、じゃあお腹すかせていっぱい作ったけどね。はい、お願いします。あ、今1個って言ったんですけど、実は2個食べたんですよ。何になった？何も言ってないです。何も言ってない？何も言ってない。あ、本当に、そっか、今日初めての食事だ。あー、いいね、いいね。そう、ごちそうしちゃうよ。めちゃめちゃお腹減ってるので。そっか、早く食べたいです。あー、もうそろそろできる、もうできる。もうそろそろ、うん、早く早く、お母さん早く。お待ちなさい。ダンディーなお母さんです。お待ちなさい。私、なんかやっぱ、うん、家で料理たまにするんですけど、うん、両親がいない時とか。お、両親がいない時とか、はい、うん、にお昼ご飯で何か食べようかなっていう時は、うん、なんかでも大抵パスタを作るか、うん、あとは、うん、グラタン。グラタンを作るの？グラタン作ります。かわいいね。お、ありがとうございます。じゃあちょっとすいません、褒められられないから、すいません。そう、グラタン作ったことないな、うん、本当ですか、うん、そう、なんか家庭科の授業で、うん、小学生の時にやって、うん、
それ以来、うん、なんかグラタンは作るんですよ、うん、あとチャーハンも作ります。チャーハンを作る、はい、そっか、自分でも作っちゃう。自分でも作ります。今日このチャーハン食べたら、はい、もう元には戻れないよ。本当ですか？じゃあこれから毎回なんか収録現場にチャーハン作って持ってきてくれます、うん、なんかもう戻れないっていうから。ああ、全焼する。優しい。断らないんですね。夏場はやめとこうか。夏場はやめときます。夏場は危ないからね。はい、なんかちょっとさすがに傷んだ匂いがします、ね、同業者を毒殺しようとしたっていう感じになっちゃうから。やめときます。できた！うわすごい。よし、できたぞ。やった。なんかここら辺大変なことになってるけど大丈夫かな。後で片付けます、うん、自分が。そう、はい、ね、これをこれを、ね、うまい具合に、うまい具合に、はい、いっちゃおうか。はい、お願いします。これ使っていいのかな。お、すごい。使うぞ。はい、ここ一回片した方がいいかな。お、でも後で片付けましょう。そっか、一緒に。はい、じゃあね、はい、じゃあちょっとだけ、まあ、盛り付けるところ後ろ向いてたらね、はい、なんか見栄えが悪い。確かに。ね、お手伝いすることあります？お座りよ。あ、ありがとうよ。すいません。なんか慣れてきたな、このやり取り。慣れてきませんでした。慣れてきたな。よかった。あまりね、すごい悪い気しない。悪い気しない。悪い気しない。よし、イベントとかでもやりたいぐらい。あ、やりましょうよ、うん、お客さんに言う。あ、うん、確かに。お座りよって。あ、そんなダメ、なんか上からなんですよ。すごい。でもね、お座り、なんかみんなでなんか、うん、コール&レスポンスできることがあったらいいですね。そうだね、うん、ね、その時になったらね、はい、なんか、あ、確かに、はい、その時までなんか考えておかなきゃ。あ、考えておいてください、うん、それでみんなの前で発表しましょうよ、うん、いいですね。おほおほほほほ、おいしそう。おー、これいいんじゃない。これ本当に創作の創作だ。湯気が本当に、うん、もう多分画面の前の方も香り立ってきてると思いますよ、うんうん、あ、これ絶対いいよ。うわー、食べたいよ。お、これなんか俺最初ね、はい、すごい失敗するかなって思ったの。え？いや、なんかね、あ、そんなことないよ。そんな食事どころ松岡に失敗になってあってたまるから。そうですよね。そう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 。これ絶対いい。めっちゃ山盛り。あ、絶対いい。もう絶対美味しいから。絶対美味しいですか、うん、絶対美味しいから。そう、うん、楽しみです。では、松岡流チャーハンお上がりよ。松岡流チャーハン完成。お上がりよ。ありがとうございます。本当に美味しいんですか？もうさんま信じられないな。さっきなんかあんまりなんか言ってたからな。食べてみると創作料理って。とりあえずいただきます。これはなんだか懐かしい地元の中華料理屋さんで出ためちゃめちゃ美味しいチャーハンの味がします。地元の中華料理屋いただきました。すごい。なんでこれツナも入ってるし。そう、あとそう、硫黄のね、なぜか、なんか混ぜました。じゃことスライスチーズと、はい、うん、うん、でもなんかチーズがなんかまろやかになって、うん、すごいなんか全ての味をつなぎ止めてくれてる感じがします。すごい美味しい。あとね、はい、なんか基本的に今日濃いめの食材ばっかだったから、うん、なんか多分これほとんど味付けいらないんじゃないかなって思って、うん、多分最低限、うん、醤油とか塩コショウっていうのも本当最小限にして、うん、であとはさっき言った卵
はい、卵をかき混ぜてそのまま入れるって。すごい美味しいね。しかもなんか、うん、色のりが割とこの、ね、はい、豊かで、うん、あ、なんか全部やっぱ個性強いじゃないですか、うん、でもなんか一つにまとまってるから、うん、なんか寮のメンバーみたいですね。そうだね。あれなんかうまいこと言ったらまた呼んでもらえるみたいな話聞いたんですけど、頑張ろうかなって思ったんですけど、いやいや本当、また来てください。本当ですか、うん、来ていいですか。来ていいよ。そういえば私あの、うん、種田さんと、うん、あのラジオも始まるんですよ、うん、だからよければ松岡さんもそちらの方にもぜひ遊びに来てください。行きますよ。おお、来ました。来ました。行きますよ。おお、来てくれますよ。はい、ありがとうございます。はい、ということで、おっそばつ。ここでお知らせです。テレビアニメ食撃の相馬、 MBS、TBS、CBC、BSTBS、アニメイズン枠アニマックスにて好評放送中です。そしてそして、はい、ジャンプコミックス食撃の相馬、うん、1巻から12巻好評発売中です。こちらこちら見てください。はい、バイバイ、ありがとう。バイバイ。